官僚出身の人間、プライドが高くてですね、もう意地になってるんでしょうか。意地も何も、そういう感覚ももうないのかもしれないです。私は経験上そう思います。まあ、全国にいらっしゃいますわ。そういう官僚さんたちはね、はい、そういうわけで今日は兵庫県の斉藤知事のパワハラ問題ですね。県職員へのアンケートの中間報告が、公表、発表されました。発表ではないな。メディアが入手したのではないかな。対象が県職員アンケート9700人。そしてその中の4568人が実際に、アンケート調査に答えていただいたということです。で、その中で驚いたのが、無記名アンケートでいいですよというアンケート調査だったんですが、なんと実名で回答したのが300名、約7%、300名いらっしゃったみたいですわ。で、実際に目撃した、知事のパワハラ等々を実際に知っているっていう方が59人いらっしゃる。もうこれはすごい数字だと思うんですね。だから人事等々の報復が当たり前というか報復がある。そんな中で覚悟を持って、実名で回答したということなんですかね。もう相当なっちゃうんじゃないかなと思うんですね。具体的な、項目の中に、イベントに、兵庫県の県のイベントにマスコミが来ていないと怒るだとか、控え室に姿見がないと怒るだとか、激高して机を叩くだとか、資料を投げる、鉛筆を投げる。で、エレベーターに乗ろうとした時に、閉まった。ほんで、激怒して、お前はエレベーターのボタンも、つまり開いとけよということなんですかね。エレベーターのボタンも押せないのかという激高した。で、その後に、知事専用のエレベーターの係が設けられたっていうんですね。もう、びっくりしますね。ほんで、公用車の後ろで、時間が遅れたりなんかすると、助手席の背もたれを後ろから蹴るというような行為もあったそうです。これは、まあ、アンケート調査なので、どこまで信憑性があるのかなという問題になろうかなと思います。かなり信憑性があるんじゃないかな。先ほども言ったように、実名で300名、それを実際に受けた、パワハラを受けた、見たという人間が59人もいらっしゃるわけですから、これは信憑性高いと思うんですね。で、このアンケート調査ですね、中間報告で4568人が回答された。その中の約4割がパワハラを目撃したり、見聞きしたり、しているというような方が4割いらっしゃったらしいですわ。もうこれ、まあ、確かに、知事の、パワハラの言動をビデオだったり、録音なり、その会話の音声録音なりですね、あれば、これはもう動かぬ証拠なんでしょうが、その辺がどうなのか、あるのかないのかっていうことですよね。これは仮になかったとしても、これは真実相当性に値するんじゃないかなとは個人的には思いますけど。で、現時点での斉藤知事の答えっていうか答弁っていうのは、業務は厳しくしなければいけないと。で、仕事は厳しくすることは重要。で、私が、指導したり、叱責とは言ってないのか、叱責とか言ってないのか、業務上必要な範囲内で発言はしたというような、現時点での答え方ですね。で、元県、西播磨県民局長、お亡くなりになった60歳の男性の職員の方ですね。で、この方に対する聴取が3月に行われました。この聴取内容について、どういう聴取、やり取りが行われたかということに関しては、県の情報公開条例を理由に一切開示しないということらしいんです。で、その元局長がお亡くなりになった
局長が噂話を集めて作成したとの、ここだけの文言だけは男性の供述内容として公表されているんです。そのお亡くなりになった元局長さんが噂話を集めて作成したという文言だけ、これはその男性の供述として公表している。他の供述やり取りは県の情報公開条例に基づいて公開できない。おかしくないですか。なんか知事にとって都合のいいところだけを公開しているという印象ですよね。だから全てのやり取りの録音とか調書などを、その証拠となるものを何も開示せずで、これ外部の検証が不可能な状況で、一部のみ、つまり知事にとって都合のいい噂話を集めて作成したと、この文言だけを公表して自分に有利に持っていく。なんか、そんな意図が垣間見えますよね。ですから、文書の内容、その局長、元局長が書いた文書の内容が真実かどうかについては、客観的な調査、分析がなされなければ判断できない、判定できないですよね。まあですから、その元局長のこのね、告発文といいますか、文書を、公益通報としては扱わなかったということでありますが、まあこれは百条委員会でこの公益通報として扱わなかったことが、適切であったかどうか、これも含めてですね、議論されるんだと思います。まあ、今の斉藤知事の言動とか態度はですね、これはもう明らかに今後訴訟沙汰になった時にことを想定して受け答えをしてますね。これはもう何回も言いますけども、弁護士さんのアドバイスなんじゃないかなと思います。これ訴訟に持っていくということが果たして法的にというよりも道義上、倫理道徳的にどうなのかなっていう感じがしますよね。もう側近の牛タンクラブですか、側近の3人はもう除外されてますからね。こういう形で健全な県政が運営できるのかということですよね。まあ知事をもう辞めさせるには非常にハードルが高いですよね。リコールだったり、あるいは議会の不信任案ですね、を突きつけるということなんでしょうが、まあ議会がどう動くかな。百条委員会でこれが完全に、黒だったな、パワハラがあったということ、そしてまた2人の職員がこのパワハラが起因として、命を絶ったということが、まあ、証明、あるいはパワハラが物理的に証明、されるようなことがあったら、議会はおそらく不信任というような手続きになっていくんじゃないかなと思うんですけど、まあこのパワハラがあったなかったかということを法廷闘争に持っていくというこの状況自体が僕は異常だと思うんですね。ですから斉藤知事はおそらく法的な措置をしながら、法廷訴訟、法廷闘争になって持ち込んでいこうかなということなんでしょうね。法的には間違ってなかったというようなことを、まあ最後は主張して任期を全うして、まあ、次の選挙に出るのか出ないのかということですよね。まあ一番潔いのは自分で辞職して出直し選挙、県民の皆さんの信を問う、何回も言いますけども、それが一番、まあ、政治家としてのあり方、求められる姿だと私は思います。今日は8月の21日水曜日の午後3時ぐらいなんですが、先ほど一報が入ってきました。共同通信による一報です。兵庫県の疑惑告発文書問題ですね。今回の問題です。疑惑告発者の処分について、県内29の市で構成する市長会が、文書を配布した元県幹部、60歳の方ですね、お亡くなりになった。で、公益通報者保護法の対象とせず、
懲戒処分を下した知事の対応を不適切とする意見を盛り込んだ文書をまとめた。29市の構成する市長会が、文書を配布した元県幹部を公益通報者保護法の対象とせず、懲戒処分を下した知事の対応を不適切とする意見を盛り込んだ文書をまとめたということであります。まあですね、普通に考えればそういうことですよね。ですから非常にこの市長会は良識的な判断をされているんじゃないかなと思います。だんだん外堀が埋められていきますよね。これは不適切であった、でも法的には正しかったみたいなところが落としどころと僕は最初から言っています。法的には問題なかったが不適切であった、つまり道義的に道徳的に不適切であった。さあ政治判断をどうする、つまり自分の出処進退をどうするかということでありますよね。もちろん法的に問題があったかなかったかっていうのは、これは3月の懲戒処分に関することですからね。その知事の判断が法的にどうだったのか、僕はちょっと法的にも問題があったんじゃないかなと思ってる派です。ただ不適切であったということですよね。ですからパワハラがあったかどうかはまた別問題です。パワハラがあったということが、まあ、証明されれば、もうその時点でアウトだと思います。まあ、悪あがきはやめて、悪あがきって言ったらいけないのかな。まあ、潔くね。まあ、あるあるですよ。官僚出身の人間、プライドが高くてですね、自分の間違いを間違えて認めない、そういうタイプの人間、多いですからね。もう意地になってるんでしょうか。意地も何もそういう感覚ももうないのかもしれない。まあ、官僚系、エリート官僚系に多いんですけど、もう過剰な無謬性、無謬性ですね。間違いがないということ。我々には間違いがないんだというですね。そういうなんか、それこそが無謬性なんですけども、まあ、そういったこう方が多い。です。私は経験上そう思います。まあ、全国にいらっしゃいますわ。そういう官僚さんたちはね、まあでもこの官僚出身の方を兵庫県知事にしたという、まあ当時の県民の皆さん、あるいは組織団体の皆さんの責任もあろうかなとは思いますよね。さあこれからどうなることやら、またウォッチしていきたいと思います。それでは今日はこの辺で。このチャンネルはうなぎの万楽株式会社マルショー建設、ソーシャルビジネスコミュニティワクセル、未来目線暮らし創造株式会社トライスター、Improve Your Mind 株式会社吉川、以上各社の提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。